思ったよりもお湯をはじかない腕を眺めて、おかしいな、なんでかな、そういやそういうもんだっけ。売れてるバンド、グラビア、アイドル全員年下で、そうなのか、そうですか、そういやそういうもんだっけ。恋したあの子の髪の香りがすれ違いざまにふわっと漂って、こんな年になっても胸のここら辺が甘酸っぱいほどキュッとなるんだな。なってみたけど心は大して変わらず、こんなんで大丈夫なんですかって不安になるけど、自分にできることだけ、あなたへできることだけ、僕は一生懸命頑張るよ。お世話になった大事な人もちょいちょい死んじゃうし、困ったな、参ったな、いろいろ想定外ら、勢い余って仕事を辞めて無職になっちゃうし、本当かな、本当だな、まあまあなんとかなるか。同級生が結婚したり、メンバーが双子を授かったり、嫌顔でも月日は問答無用で過ぎゆき、ちょっくら気持ちが追いつかないけど、大人になったみたいだ、割と大人になっちゃったな、いい加減バカばっかりやってちゃダメなんだろうなと分かっちゃいるけど、自分にできることだけ、みんなを笑かすことだけ、僕はずっと続けてみたいんだ。僕がじゃんじゃかギターを弾いて、あなたがケラケラ笑っていれば、どんなことがあっても、どんなことがあっても大したことではないと思えるんだ。まあ大体錯覚してるだけだけれど、いい大人になってみたけど心は大して変わらず、こんなんで大丈夫なんですかって不安になったとしても、自分にできることだけ、あなたへできることだけ、僕は一生懸命頑張るよ。うまずたゆまずで頑張っちゃうよ、全力で自分を全うするよ。